教室休業中でなかなか大変だと思いますけれども、はい、お疲れ様です。でですね、今エントランスの方をリノベーションさせてもらってるんですけど、ちょうどこの後ろのところにですね、いろいろなんかちょっと棚や本棚とかを作りたいんですね。はい。それにあたってちょっと材料、今回まあ無垢材でいきたいと思うんです。無垢材ですね。はい、無垢材ぜひ僕でやってください。ぜひ無垢材、はい。で、いろいろちょっと米津さんにお話をお伺いしようかと。材木屋さんの3代目で、大宝木材という会社を僕のじいちゃんが創業して、僕で3代目です。で、大宝木材というのは材木屋なんだけど、一般の人は材木屋ってみんな同じと思うかもしれないけれども、材木屋にもいろいろ種類があって、うちの場合はどういう材木屋かというと、北海道材専門の材木屋です。まず北海道イコールその田も奈良なんですかね。北海道の一番代表的な材っていうのはカラマツなんですね。で、日本で一番たくさん生えているのが杉で、はい、一般的に日本人が木というと杉とヒノキを連想すると思うんだけど、はい、うん、北海道ではその杉ヒノキの代わりにカラマツが生えてて、カラマツが一番その住宅の柱とかそういうものに使われます。で、北海道材というと北海道の広葉樹のことを指していることが多くて、はい、一般的に北海道材というと田本奈良が北海道材と言われますね。針葉樹っていうのは、まあ縦に伸びて縦に強いから、建築材に向いていると。で、広葉樹っていうのは、もっと緻密で、伸びるのもゆっくりで家具に向いているということなんですね。まあ、そういうことですね。広葉樹っていうのはこういうように縦の力に強くて、で、水にも強いから建物 の、 構造材に使われるんですね。はいはいはい、あ、なるほどなるほど。広葉樹っていうのは水には弱いんだけども緻密に詰まってて硬いから、はい、家具であるとか、はい、例えば階段であるとか、はい、硬さが必要なところに使われるのは広葉樹という分け方かな。なんとなくわかりました。これからですね、まあ、その棚を作っていきたいんですけれども、はい、大きく分けて、まあ、よく、日本、まあ、その海外のアンティークでも使われている、奈良材、田母材、はいはい、僕がまあ認識しているのは、奈良っていうのはオークって言って、よくウイスキーの樽とかに使われるものですよね。はい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 。で、タモっていうのはアッシュって呼ばれてて、まあ、ちょっと似たような形ではあるけれども、まあ、日本ではそれをタモと呼ぶ、はいはい、無印良品さんの家具とかってあれってタモでよく作られてると思うんですけど、一般的に本当に木らしいっていう風に日本で見る木っていうのは大体まあなんかそのタモとか奈良が多いのかなと思って、はい、で、そうですね、今回も、タモか奈良で行きたいなっていうふうに考えてるんですけど、タモと奈良っていうのはどっちが丈夫とかっていうのはありますか？強度については特に変わりはない。はい、で、硬さは奈良の方が硬いですね。うん、なるほど。なるほど。で、タモとか奈良っていうのはもちろん昔から日本にも生えてたんだけど、はいはい、日本でほとんど使われてなかったんですね。あ、そうなんですか？うん。だから、おっしゃるように西洋のアンティークはほとんど奈良で、はいはいはい。なので、タモとか奈良を使うのは海外なので、タモとか奈良を使うと洋風な感じになります。なるほどな。だから、なおさら、高級感があっていいことはいいんやけど、はい、日本的ではない感じをするかな。どっちか言うと。へ、そうなんですね。やっぱり日本的っていうと、欅とか、ああいう感じになるんですか？あ、そう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 。桜とか？うん。だから、もともと奈良は、使えない楽器って言われてて、あんま使われてなかったんですよね。そうなんですね。うん、昔の家具で奈良の木ってないよね、ほとんどね。あ、まあ確かにそうですね。うん、で、奈良の仲間の菓子とかやったら、はい、奈良でもっと硬いから、例えば道具のクワとかのこう絵にしたりとか、はい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 、それは使われてたけど、で、さっき言ってたようにケヤキが結構よく使われてて、うんうんうん、で、ケヤキの代用品としてタモがあったから。ああ、なるほど。木目も多分もともとは使われてなかったんやけど、ケヤキの代用品として使われるようになって今に至るって感じかな。なるほどなるほど。タケノコ模様がすごいなんかこう荒々しい感じありますね。なるほどなるほど。ただやっぱ奈良の方が仕上がった後に塗装すると高級感があって、まあ確かにそうです、ね、うん、いいなと思いますけどね。僕が前お世話になってた師匠が言ってたんですけど、まあタモと奈良はどっちも機関比重、要はなんて言うんでしょう、比重って同じ、ほぼ同じなんですって。奈良の方がちょっと硬いんですけど、だけど筋肉で言ったら
習ってマッチョなんですって。ゴリゴリのマッチョで筋肉質がすごくて本当に硬い筋肉なんですって。でタモっていうのは高校球児みたいにすごいしなやかな、こう陸上選手みたいな筋肉の硬さ。そうだからね、あのよく米津さんもあの木育の講義よくされてますけど、そこで言うようにあのタモってよく野球のバットに使われるじゃないですか。あ、はい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 、しなやかで、なんて言うんでしょう、曲げ木とかにもねよく使われるような形で柔軟性があるっていうところが結構、まあ、僕も加工しててちょっと思うような大きい違いのようなのもありますよね。そうだね、タモのが粘りがある感じがしますよね。はい、で、例えばで、じゃあ、まあ今回どっちの材料にしようかなって悩んでるんですけど、まあ後ろにあるカップボード、それに合わせて作ろうと思ってて、まあ奈良が本当はいいんですけれども、奈良 と、タモっていうのはどっちが高いんですか？値段的には奈良の方がちょっと高いですね。奈良の方が高い、どれぐらい、うん、ちょっと高い、いや10年ぐらい前まではタモと奈良 1.5 倍ぐらいあったんやけど、今はタモがだんだん上がってきてそんなに変わりはなくなってきたんですけども、今でもちょっとだけ奈良の方が高い感じかな。一昔前はタモの方が圧倒的に安くて、はいはい、タモの方がすごい普及してたんだけど、はいはい、まあ、タモも減ってきて、減ってくると値段上がってくるんで、まあ、そんな変わりないですね。なるほど。逆にこれからまた奈良が高くなるとかそういうこともあり得る可能性あります。それはやっぱりその日本にどれだけ生えてるかっていうことですかね。生えてる方はそんなに変わらないんだけど、はい、伐採しやすい場所に生えてるかどうかやね。安い場所の取り付けしちゃうと、はい、こうヘリコプターとかトラックをぶっとくまでいかなかとか、そうなってくると値段が上がってくる。枯渇するほどではないんだけども、取りにくくなってくると値段上がるっていう感じですかね。なるほど、よくわかりました。一番大きいのはやっぱり中国とかロシアが輸出しなくなってくると高くなったりとかもしますし、その奈良っていうのは一般的に中国やロシアでも取れるんですか？取れます、取れます。ただやっぱり日本の奈良の方が目が細かくて綺麗は綺麗ですけどね。でも確かに本当にそうです。よく聞くのがホワイトオークっていうのを僕聞きますけど、同じ奈良ホワイトオークはアメリカやけど、やっぱり目が荒くて日本のとは違うなって感じしますけどね。実際には不思議なもんですね。中国やロシアの、奈良っていうのは、安いんですか、日本より？まあ、一概には言われへんけどね、多少安いって感じかな。なっていうのがやっぱり位置で決まるから、はい、定価がこう決まってるわけじゃなくて、はい、市場で決まるから、はい、競りにその時需要が多ければ値段上がるし、出品量が少なければ値段上がるし、はい、逆に多ければ下がるし、はい、全体的な値段じゃなくて相対的というか位置によって値段が変わってくるんで、そこら辺がもうややこしいですね。はい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 、まあ、じゃあちょっとそのあたりの話また次に聞くことにして、じゃあ奈良の方が今は若干高いと、はい、奈良の方が若干高いですね、はい、ものとしては。なるほど、なるほど。僕もね、家具に入ってちょっと面白いなと思ったのは、リューベイっていう単価あるじゃないですか、リューベイ単価。はいはいはい。あれって、まあ、まずそもそもなんでリューベイ単価なのかっていうのと、大体でリューベイ単価、大砲木材で販売しているもののリューベイ単価を聞いていいですか、タモと奈良で。大体これ言っていいやつなんですか？いやでも一概には言えないって感じかな。厚みによってもちゃうし。なるほど、はいはいはい。まずじゃあリューベイ単価についてちょっと教えてください。どういう計算かを教えてもらっても。単純にお肉はグラム100円とか、100グラムは100円とか、はいはいはい、200円とか、はいはいはい、グラムなんぼになりますよね、はいはいはい、それと同じように木っていうのはリューベ、1リューベ、1メーター×1メーター×1メーターが1リューベですよね、はい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 、この1リューベの大きさで値段がなんぼかっていうのが決まってるっていうのがリューベ単価なんです。っていうのが、はい、長さが4メーターで直径が50センチの丸太があれば、それは1リューベになるんですよ。っていうのが 4×0.5×0.5。で、丸太の径ってほんま丸やから、半径 ×3.14 やんか、はい。それめんどくさいっていうか、丸太ってこう、丸がこう、いびつだったりするから、はいはい、完全な円じゃないから、はいはい、叩ける横で計算するんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。だから、1000円の50センチだったら、50センチ ×50 センチ×4 メーターで計算するんですよ。なるほど、なるほど。そうしたらちょうど、525×4 やから、1リューベになるやんか。なるほど、なるほど。で、丸4メーターのその50センチの丸太が1リューベなわけですよ。それの値段っていうことになると、リューベ単価にすると、ちょっと丸太1本分が、
リューベ5万円やったら丸太1本5万円。なるほど。リューベ50万円やったら丸太1本50万円。はいはいはい、はい。で、こう、連想しやすいからリューベ単価になったんかなって、まあ、僕は思ってて。確かにそうですね。別に先輩から聞いたわけじゃないんやけど、はいはい、うん、とか板1枚とかで考えるよりも、はいはい、その丸太1本で考えるために、はいはい、単位を1リューベにしてるのかなって思いますね。なるほど。面白い。じゃあ、奈良は、例えばで、今回僕、厚み20にするための材料を、厚み 20×幅150、4メーター。あ、違う、3メーター。4メーター?3メーターでください。ちょっと待って、計算機取ってくるわ。はい、はい。でもさ、長さ3メーターのもの使わないでしょ。3メーターも、使わないですね、うん、っていうのが普通の人が材木屋に言うときに、はいはいはい、例えば2メーターが2本いるとすると、はい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 、そしたら4メーターちょうだいって言うわけよ。4メーター5メーターそれ1本持って帰ってちょん切ったら2メーターになるから、そうですね、ってなると材木って長い方が高いんですよ。長い方が難しいから値段上がる、単価が上がる、キューベ単価が上がる。なるほどなるほど。なので4メーターを1本よりも2メーター2本の方が流米単価が下がるので安くなるんですよ。だから2メーターが2本必要でやるんやったら4メーター1本ちょうだいというよりも2メーター2本ちょうだいって言った方がいいし、1メーターが4本いるんやったら4メーター1本よりも1メーター4本ちょうだいって言った方が安くなるんです。おー、よくわかりました。なるほど。うんうん。っていうのは木っていうのは自然なもんやから、はいはい、長いものとか幅が広いものとか厚みが厚いものとかの方が値段が上がる。なるほど。値段が上がるっていうのは1個の値段じゃなくてリューベ単価が上がる。はい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 。なので大雑把に大きめにもらうよりも細かく言った方が値段が安くなります。なるほどなるほどなるほど。で、はい、いるのが2メーターの材がいる。1メーターがじゃあ3枚にします。と幅が？幅が150です。厚みが？厚みが、20です。仕上がりが20。3750円。1メーターの幅が150で厚み20だったら3750円。だいたい、だいたい。例えばタバコ屋さんがタバコワンカート20本で売り返しているものを1本ちょうだいって言われたら、はいはいはい、20円とか30円ですっていうのはすごいあっちが困るわけです。